はい、それではですね、今回は、マインクラフトやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、本日は、前々回あたりね、これ作ったんですよ。水流でね、上にグーッと上がるやつね、アップデートでこれできるようになったやつ。で、これを応用しまして、今度は自分自身が上に上がるため、このね、屋上の、農園にね、一瞬でスッと上がれるようなものを作っていこうと思います。応用すれば作れますね。で、となるとこのトロッコがもうね、いらなくなるんですね頑張ってこうトロッコね、こう作りまして、やっぱこのね、トロッコはね、結構幅もね、こう取っちゃうんであれなんですけど、こう乗ってね、言いまして、ボタンポチッと押すと、ボタンをポチッと押すと、こうね、上に屋上までさーっと一気にね、トロッコで上に登れますよっていうようなものだったんですけど、これいらなくなるですよね。なので、まずちょっと今日はね、水流エレベーター作るにあたってなんとこちらのトロッコ上をですね、破壊していこうと思います。さあ、石の柵だけちょっと必要になるんで、それだけ持ってみましょうかね。あそこを埋めるところですね。石の柵だけちょっと取っていきます。さあ、水流のね、このエレベーター作ることで、かなりですね、スペースもね、スペースも、小さくできて、なおかつ、スピードが速いというので、そちらを使っていこうと思います。さあ、まずはね、壊す作業からですので、早速やっていきましょう。上から順番に壊していきたいと思います。多分これで最後だな。もうこのトロッコに乗ることもね、今までありがとう。最初ちょっとね、やっぱ金とかね、足んなくて、このね、あれを作る大変だったんですよね。この加速レールか。ですが、それももう必要なくなったということでね。よいしょ。で、土もないのか、これ。土か。土もないのか。土を取ってみましょう。土は2マスあればいいのかな。何かと足らないな。土はこの辺なかったっけ。これはソウルさんですね。土はないか。さすがに全部はしまってなかった行ったり来たりね。ちょっとさっき最後だなと言ったんですが、これが本当の最後かな。はい、できます。まず土を入れて柵を作ると。何マス置きになってる。1、2、3、同じかけ1、2、3。あ、懐かしいな、こういうのな。やったな。 OKOK で、土いっぱい必要だったね。ね、よかったか、ちょうど持ってきて。はい、はい、はい、はい。さあ、このね、もうレールもお別れでございます。
松明はこの辺しっかりとね、ちゃんと置いてあるんだな。さあ、ではまずは破壊していきましょう。ここな。松明をな、上グローストーンに変えたいんですけど、あのね、下のね、あの牧師だっけ、あれがねいなくなっちゃったんだよね一人もいないんですよ。あれどこ行っちゃったかなみたいな。まずね、あのね、レールと、これは大事なんで、ちょっとしっかりと、まずちょっとレールだけでもね、ちゃんとこう、回収していきたいと思います。レールとレッドストーン、トッチ。あー、ザウィーンってなっちゃうんで、結構、超怖かったよね。たまひゅんですよ。慎重に、レールだけ剥がしていきます。じゃあ、ここね、破壊に、お付き合いください。水流式を作れるようになったっていうことで、この上にね、の、あの、登るための、こう、何でしょう、ハードルがかなり低くなったけど、あれ、そうか、ソウルサウンドを取ってこなきゃいけないから、どっちみち、まあ、多分作れるのは、多分レールの方が、先に早く作れるようには多分なると思うんですけど、まあね、ネザー行ってこうソウルサンド集めてっていう、ああ落ちたっていう苦労を考えると、まあレールの方が楽なのかもしれないけどね。でもこうやっぱスペースをね取ってしまうっていうのと、いろいろと素材が必要になってしまうので、ソウルサンドをね、一つね、あれば、ね、上まで上がっていけますから、ね、で、あとまあ、水は、まあ、バケツを持ってくればいいですし、では上からですね、今度はですね、この、石ですね、土台の方を、壊していきたいと思います。ちょっと日が暮れてきましたが、はい、じゃあ早速ね壊していきます。これはね、まあ石は別に、いくらでも取れるんで、
こっち行けるんか。あ、これでいけるな。2つ。いい感じなんだ。ベストポジションですね。この辺から下に下り始めますね。ここ木の階段がない。マジか、木の階段。予想外だった。ちょっと一回寝ますか。じゃあついでなんで。そっか、木の階段はそこに必要だったか。これでいいんですよね。あ、暗色カシノキで。なるべくね、森の館の外観はうまいことね、こう残しておきたいのでね。削り取って、もうかなりね、地面に近いところまで帰ってきました。これで土を、これしか足んなかった。よし、これで一応撤去は完了いたしました。落ちてるものを拾っていきます。まだまだいっぱいあんな。で、あれで最後、これで最後。OK、回収完了です。
土を持ってこなくて、この辺取っちゃえばいいか。こんなもんでしょう。9。オッケー、よし、植えました。じゃあまあどこに使うかな。この辺に作るんでいいか。一応多分この辺なら上かぶってなかったと思うんで、この辺に作っていきましょう。まずはソウルサムとやったよね。でまあどこかな、ここ。難しいですね。そこぴったしくっつけなくてもいいのか。ぴったしくっつけなくてもいいんだったら、あそこのな、窓からな、見える景色もな、ちょっとな綺麗な景色だから残してあげたいよね。そうすると、ここでちょっとね、行き過ぎてる気するんだよな。あ、ここかな。ここでいいか。じゃあここぴったしつけちゃおう。ソロさんと。で、ここだけ。この両サイドは、石で固めちゃいます。ちょうどあるんで。あ、で、水の入ったバケツが1個ぐらい欲しいんだよ。バケツください。ガラスもください。バケツない感じ。バケツないのか。バケツある。持ち物いっぱいになる。で、水くれ。水、ほっほっ。誰か、これ取れないのかじゃあこっちから持ってこよう。ほらな、イルカを入れようと思って鹿が作ったんですけどね全くもって意味がないところになってしまいました。ソウルサウンドはまだちょっと入れなくていいな。印としてやっぱね、ちょっと置いておきたいね。ここまで行けますよっていうことね。 OK。
から登ってくるので、こうだね。ここはつけてはいけない。水流して、下に戻ってきます。はい、再び上に上がります。よし、いい感じ。ここをもう一列ぐらいちょっとね広げて、でさっきと同じ要領で下に降りる。次ガラスを乗っけたいんですね。ちょっと暗くなってきたな。寝ます。する前にで、こう2マス開けておいて、おそらくここも囲っておいた方がいいんだよね。でここに看板をつけないと水が溢れてきちゃうので、看板を、設置します。とこれはと看板の中しまったんだっけ。看板は一番奥の方だったんだよね。ここです。2枚。もう2枚ください。ガラスにする？下のところ、下2つ、ここ。ガラスか。ガラスにするか。これっておそらく大丈夫なはず。で、もんで次はこっちだね。ここは真下なんで、ここ掘っておくと。で、こっちも作りは一緒です。
ここが空いて、ここに作るわけですね。ここにね、水張っときゃいいんだよ。まあ何を作ってるかっていうのは大体今わかると思うんですけど、下はね、あの生き方はね、あれだけで十分なんで、もう一度これで、上に登ります。これでうまいことね、あのガラスのね、この館の窓にかぶらないようにするということができるわけですね。はい、ここも囲います。水を入れてあげましょう。おそらく大丈夫なはず。 OK で、ここもガラスでいきますか。これ多分大丈夫なんだよね。一番上だけ、石にすると。で、二つ開けておくと。オッケー、オッケー、これで大丈夫なはず。こっちが、アップですね。ダウンです。よし、試し、うわ、早っ。あっとこれ早え、なんだこれ。うわー、超楽しいんですけど。ここをね、柵で囲いたいですね。石レンガでいいのか。そのまんまね。はい、これ便利。すっげえな。これ便利。ちょっと下行きます。こういう下行くのはね、こうね、下に落ちるだけ楽。うう、ちょっとじゃあ荷物整理して終わりにいたしましょう。いや、これはね、非常に便利になりましたね。石、石がいっぱい手に入りましたね、またね。
どうするんだろうな。バケツとかは鉄でいいの？バケツはでもバケツで持っときたいか。でしょとか。まあ、こうガラスぐらいですね。はい、ソウルサンドね。ソウルサンド。で、レール。で、これ片方、加速にしよっか。ね、どっちも入ってますよ、ということ。ストーン松明とかは、また、別かな。で、あとは、向こうに、向こうというか、別のところでしまいましょう。さて、こんな感じで、まだね、こう整理しきれてないものもたくさんあるんで、この辺もね、まあ後々やっていこうかなと思っております。さあ、ということで完成いたしました。水流式のエレベーターですね。上に登るもの、そして下に降りてくるもの。それでは行きましょうか。行きます。このね、スピードが速いですね。なんも見えない。登ってきました。はい。で、これでね、仕事をした後に、あとはここで降りるだけ。スーン。ノーダメージですね。てな感じで、こんな感じで完成いたしました。ではここまでご視聴してくださってありがとうございます。またね、チャンネル登録やコメントよろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。